人もう本当にと向かい合いたくない背中を向けてた時期があったんですけど、やっぱ訓練の試合によって楽しいと本当思えたっていう、うわーこのパンテ沈んでいく、これですか、うん、3ラウンド制です。5分3ラウンド制、リミット65キログラムでの契約体重での戦いです。最初に戦った時は1ラウンドで一本負けしてますからね。 そうですよね、まあ、それはもう超えているっていう。あ、なるほどなるほど、まあ、逆に言うとマロスクーレンが久保田勇樹を、今の近藤勇樹をこう総合に引き込んだって言ってもいいですよね。そうですね、やっぱりその試合で本当に格闘技楽しいと思えたそうなんですよ、うん、柔道時代に挫折して、はい、もう格闘技もう本当にと向かい合いたくない背中を向けてた時期があったんですけど、やっぱ空年の試合によって楽しいと本当思えたっていう、うん、うわーこのパンテ沈んでいく、ちょっとなんとか今意識が戻りました。立てるか、さあこのまま沈んでしまうのか、立ちます、いやいやいや無理だ、ここでそのまま崩れ落ちます、いや意識は完全に戻っていないか、そのままゴングとともに崩れ落ちていきました。逆にマロスクーレンが最後引退試合を KO で葬ってみせました。辻選手、クーレンが本当にすごい戦いで、引退させてあげましたね、これある意味。まあ、ちょっと2回目なんですけども、今見てもちょっと鳥肌立っちゃうぐらい、うん、いや今度もあともう少しだったのか立つことできませんでしたね。